り霊夢です。ゆっくりマリカだぜ。今回は伊藤マリカさんを追いかけて、どこに行ったんだ？伊藤マリカさんを追いかけて、富士そば五反田店に行ってきました。それじゃあゆっくり見ていってね。伊藤マリカさん主演ドラマ、お耳に合いましたらの、第3話は富士そばが舞台。お隣さんとの関係改善のため、引っ越されそばを持って挨拶に伺います。引っ越されそばとは？通常、新しく引っ越してきた人が振る舞う引っ越しそばとは逆に、もともと住んでいた住人が振る舞うそばになります。そもそも東京で引っ越しそば持っていきますかね？持っていくんじゃないですか。白線流し以降、田舎から上京した若者は、引っ越しそばを渡すことはなくなった気がします。また懐かしいドラマですね。あれは田舎に住む若者のバイブルですからね。そんなに言うなら久しぶりに白線流しの引っ越しシーンを見てみましょうか。あるんですか？はい、あります。何？今度隣に越してきた七倉と言います。これどうも。それじゃあねえ、全部そうやって回らない方がいいんじゃない？女の子の一人暮らしだってバレバレ。前に隣住んでた子、強盗に入られてやられちゃったらしいから。それじゃ。引っ越し初日にこんなこと言われたらガクブルですね。エコエコアタラクの黒いミサに言われたら怖すぎますよね。それではドラマのストーリーに戻しましょう。ミソノは隣の部屋から聞こえてくる音楽によって配信ができないでいました。その音の主はギタールを奏でる隣の住人高木ですね。そうです。音楽はもちろん同じテレビ番組を見ているなど親近感を感じており、壁ドンができずにいました。チームお耳のメンバーに相談し、壁にベッドマットを立てかけようとして試みますが、元来の不器用さから、豪快に壁ドンをしてしまいます。壁ドンを猫のせいにして、一人演技をする姿は可愛かったですね。そんな中、会議でお客様に会いに行った、佐々木の話を聞き、自分も会いに行くと思いつきます。佐々木の行動は完全にコンプライ犯ですけどね。はい、二人の言動に須藤がドン引きしています。仮面ライダーバルキリーですからね。意を決したミソノは会社を早退、手土産を持って高木の部屋を訪れます。話の成り行きから二人で一緒にコロッケそばを食べることになりました。ということで今回はコロッケそばを食べに富士そば五反田店に行ってきました。なんでわざわざ五反田店に行ったんだ？大きいコロッケそばが五反田店発祥だという情報がありましたので、せっかくなら発祥地の店で食べようと思い行ってきました。店内にはお耳に合いましたらのポスターが貼ってありました。メニューは熱かったので冷やしコロッケそばをいただきました。科捜研の女と冷やしコロッケそばがコラボしていますね。カレーコロッケはインパクト大でかなり大きかったです。宣伝用写真と比べると若干縦幅が小さいですかね。せっかく五反田に来たので富士そばから連食でおみやんまで冷やし鶏天うどんを食べて帰りました。夏はやはり麺類が美味しいですよね。なお今回のレジェンドラジオ DJ はクリス・ペプラーさんです。 J-WAVE 開局当時からナビゲーターとして活躍されていますので、もう30年以上になりますね。先ほど白線流しの話をしましたが、実は白線流しのロケ地で坂井美紀さんとお耳組の二人が映画を撮っているんですよ。4月の君、スピカですよね。二人とも若いですね。2019年4月公開ですから、いつも3年前ですけどね。須藤さん、男子生徒の中を颯爽と歩いてますね。美人でサイズの設定ですからね。この後、ZAIA インタープライズジャパンに開発担当して入社しますしね。ちなみに、二人は9月17日から配信される僕らが殺した、最愛の君でも共演します。最後に一句、姫路思い、そばを通じて、壁越える。ご視聴ありがとうございました。